Bud. Huh? Yeah.
久しぶりだな。話がある。おう、兄貴に気安く話しかけんな。兄貴、失礼だろうが。あっちへ行ってな。俺はこいつに話があるんだ。兄貴に向かってこいつだと。お前らに用はねえんだ。少しの間席を外してくれ。ふざけるな。席外すのはおめえの方だろうが。ここじゃ店に迷惑がかかる。表いだろ。がまだこの町にいたとはな。何が言いて。身の程知らずってことだ。言うじゃねえか。でもその口すぐに聞けなくしてやるぜ。やれ。すぐ倒れんじゃねえぞ。これ以上怪我させたくねえ。うるせえ。そんなもんちらつかせたら遊びじゃ済まねえぞ。やめろ。兄貴、お前らがかなう相手じゃねえ。しかしこいつは。店に戻ってろ。言う通りにしろ。はい。しつけがなってねえな。奴ら射程じゃねえ。兄貴兄貴と言って勝手についてくる連中だ。相変わらず若い奴からの人望はあるんだな。もう他人とつるむのはごめんだ。搭乗会に戻ってくれ。お前が必要だ。俺にとっちゃ必要のねえ場所だ。ほっといてくれ。話は姉さんから聞いた。そうか。ならなおさらだ。ほっといてくれ。そうはいかない。今は組の存亡がかかってる。搭乗会がどうなろうと俺には関係ねえ。お前は搭乗会に恩があるはずだ。今のお前があるのは組と堂島組長がいたからだろう。あんたにそんなこと言われる義理はねえ。俺は亡き許さ。あんただけは信用していたんだ。憧れの存在になった。けど今は違う。親父が殺されてから徐々に国はおかしくなった。今はもう体張るだけの価値はあの国に残っちゃいない。よく分かってるじゃねえか。ああ、お前の言う通り、今の搭乗会にそんな価値はない。幹部連中も金勘定ばかりして、昔の意向はなくなった。でもな、俺はまだ信じてんだよ。何を。風間の親父さんや島田、そしてお前の親父さんがいた頃の強い搭乗会、もう一度あの頃の搭乗会に戻るのがお前が必要なんだ。勝手なこと言いやがって。
1年前組をめちゃくちゃにしたのはあんただろうが。そうだ、だから俺はその責任を取りに来た。何しろ、どうだ、少しは目が覚めたか。変わんねえな。昔っから力ずくでことを動かそうとする、そうした生き方しかできなかったからな。俺も同じだ。力で来るものには力で向かっていくだけだ。
途上界の運命は全てこいつにかかってる。俺は明日関西へ行く。無傷じゃ帰ってこれないかもしれない。だからお前に留守を任せたいんだ。ふざけんな。自分だけカッコつけてんじゃねえぞ。搭乗会を頼む。ダメだ、俺も行く。何？俺はな、関西に借りがあるんだよ。借り？5年前罠にはめられたんだ。それ以来俺の人生は曲がっちまった。とにかくその借りを返すまでは俺は極道に戻れねえ。大吾、何を言おうが無駄だ。たとえあんたが行かなくても俺は行くぞ。お前、明日駅のホームで待ってる。じゃあな。誰に喧嘩を吹っかけたんだ？近江連合直参、合流会2代目会長郷田隆二、今から会いに行く近江連合会長郷田陣の息子だ。会長の息子？バカだった。俺はそいつの罠にはまったんだ。罠？ああ、5年前合流会はカムロ町にちょくちょく顔出すようになっていた。狙いは旧道島組か？いや、搭乗会の幹部だったら誰でもよかったんだ。近江は搭乗会をつついて関西におびき寄せる腹だった。当時荒れていた俺はまんまと合流会の挑発に乗った。関西に乗り込んだんか？一人でな。郷田隆二ってやつと差しの勝負するために関西へ飛んだ。だがそこで待っていたのは札だった。銃刀法違反でパクられ臭い飯を5年も食う羽目になった。まああんたの10年に比べりゃまだ短い方だがな。俺はその郷田隆二ってやつに借りがある。それを始末しねえと搭乗会背負って立つなんてできねえんだよ。そうか。言っておくが近江連合ってのは半端じゃねえ。裏でどんな話しかけてるかわからねえ。杯の話用心してかかった方がいいぜ。ああ。桐生さん。ん？いや、
らっしゃいませ。よろしく頼ます。いや。